お茶の海外への輸送コストを軽減しようと、静岡市で実証実験が行われました。この実験は、県内の複数の事業者からお茶を集め、船で共同輸送することで、コスト軽減と品質確保を図ろうと去年から行われています。今年は3社から静岡茶市場にお茶が集められ、トラックで清水港に運ばれました。県などによりますと、通常は事業者ごとに運送会社を手配し、東京港や横浜港から海外へ輸送していますが、去年の共同輸送ではおよそ 8% のコスト削減ができたということです。今日集まったお茶は22日に清水港からアメリカ・ロサンゼルス港に向けて出発します。